养过一只藏獒叫旺财，养了十多年，一直放在村子里，主要是我爷爷在喂。我见证他从一只小狗变成一条大狗，勤勤恳恳，兢兢业业的守家十多年。いじめの被害者である中学1年生の女子生徒が10月21日に死亡しました。2024年11月8日午後2時頃に、兵庫県稲川町教育委員会は会見を開き、いじめ重大事態の被害者である中学1年生の女子生徒が2024年10月21日に死亡していたと発表した。女子生徒は自ら命を絶ったとみられているが、いじめを受けたとみられる学校からはすでに転校しており、町側は原因を調査している。稲川町教育委員会によると、町内の中学校に通っていた女子生徒は入学以降同級生によるいじめを受け、2023年6月以降に不登校になっていた。2023年10月末に町内の別の中学校に転校しており、登校回数は増えていた。調査で明らかになったいじめ行為概要、複数の男子生徒に同時に告白するという噂を広められた。自分で書いた覚えのない偽のラブレター約30通が捏造され、靴箱に入れられるなどにより男子生徒に届けられた。捏造されたラブレターが別の生徒によって100人近くの生徒の前で複数の男子生徒に同時に渡された。これはかなり悪質だよね。未成年だろうがいじめは傷害罪、名誉毀損などできちんと捜査されて、やったことの責任を取らせるべきだと思います。転校しても今は LINE やインスタで簡単にいろんな情報が拡散されてしまうから、やられたままできちんと対応してもらえず転校してもしんどかったと思います。教育委員会はきちんと何が行われたかを確認して、しかるべきところに通告すべきだと思います。いじめの件数は増加していますが、それはいじめと認知してくれるようになったからですよね。それに比べて出席停止処分はどれだけなされているんでしょうか。被害者が転校しなければいけないって理不尽極まりないと思います。学校や教育委員の隠蔽体質を徹底的に改善するためにも、いじめを隠すことに強い罰則を課し、いじめ被害者を守るためにも義務教育だろうが退学処分を課す権限を現場に与え、きちんと行使するようチェック体制を整えるべきだと思います。やはりいじめという呼び方をやめて、罪というきちんとした名前で呼ぶようして、学校側が過失と判断した場合は警察が対応するようマニュアル化しましょう。教師は未然に不正だということで非難の対象にならないよう考慮した上で、少年法も中学生以上の犯罪は撤廃した方がいいと思います。いい加減法改正した方がいいです。いじめと呼ばれる犯罪で何人の方が亡くなっていると思ってるんでしょうか。加害者を守ってばかりで被害者や被害者のご家族が救われません。中学1年で苦しい思いをしたね。きっと全国各地にいっぱいいじめを受けてる子たちはいると思う。死を選ぶほど苦しいのなら勇気を出して不登校の子が通うところとかの選択肢も今はあると思う。親も勇気いるけれど、ほんと中学生なんて小さな小さなコミュニティで、これから高校大学と進学していく中で新たな世界が広がっていくのに苦しい時って、そんな未来なんて見えないよね。私ももし子供が学校に行けないほど苦しそうだと見極めたら、勇気を出して休ませてあげれるようちゃんと向き合えるようにできたらと思う。地元です。稲川町は不登校の生徒数も非常に多く、特に稲川中学では1クラスに45名の不登校の生徒がいるのが長年常態化しています。これを長年放置してきた学校や教育委員会にも多大な責任があり、このような地域の中学に子供を通わせるのは非常に不安なので引っ越しを考えています。いじめられた人にしかわからない傷口をえぐって自殺まで追い込んだゴミクズを許してはいけないよね。